メリーバはドイツの自動車メーカー、オペルが製造、販売する小型 MPV である。イギリスではボックスホールブランドで販売される。また、初代は南米地域でもシボレーブランドで販売された。2017年、クロスオーバー SUV のクロスランド X の投入に伴い販売打ち切りの予定である。同社の小型車であるコルサをベースに、 スペース効率を高めた車種として開発された。初代はオーソドックスなヒンジドアを採用したが、二代目は観音開きを採用することで乗降性と使い、合併を高めた。前期後期2002年のジュネーブ省で発表されたコンセプト M がルーツ。コルサをベースに1.6リットル8ボルト、1.6リットル16ボルト、1.8リットル16ボルトのエコテックエンジン。 並びに1.7リットルのセディティを搭載した MPV として2003年3月に登場。前車、基本は5 MT だが1.6リットルと1.8リットルにはオプションで e ージードロニックと呼ばれるセミオートマチックトランスミッションも用意された。2005年には1.6リットル 8V が効率の良い1.4リットル 16V のツインポートシリンダー仕様に差し替えられた。 2006年には外観をメインにマイナーチェンジされ、OBC と呼ばれるスポーツグレードを設定。エンジンは1.6リットルターボが搭載された。同時に1.6リットル16ボルトもツインポートシリンダー仕様に差し替えられ、1.3リットルのセディティエンジンが追加された。なお、日本にも2004年3月より前期モデルの1.6リットル16、 ボルトのイージートロニック搭載モデルが輸入され、2006年にオペルが日本市場から撤退するまで販売された。2代目2010年の巡礼武将で発表され、同年6月に発売を開始した。このクラスにおいても、世界的に見ても珍しい、フレックスドアーズと呼ばれる両側観音ビラ機式のヒンジドアが特徴。どのドアも90度近くまで開くため、乗降性に優れている。 また、スペース効率と質感を高めるため、インパネシフトと電気式、パーキングブレーキを採用したり、フレックスフィックスと呼ばれる、車体高下部収納式サイクルキャリアや大型のパノラマルーフをオプションで用意するなど、ユーティリティや快適性能にもこだわっている。エンジンは 1.4L 並びに 1.4L ターボのエコテックエンジンと 1.3L と 1.7L のエコテックセディティエンジンを用意。 なお、118PS 仕様の 1.4L ターボと 95PS 仕様の1 3 l ィティエンジンはより、環境性能に優れたエコフレックス対応となっている。トランスミッションは 138PS 仕様の 1.4L ターボと 130PS 仕様のセリティに 6MT を、それ以外には 5MT を組み合わせている。また、オプションで、ガソリン車全車と 1.7L セリティ搭載車には6。 AT も用意される。2017年に事実上の後継車種となる、クロスランド X が登場したため、在庫分を売り切った時点で廃止される。ありがとうございます。